あの北海道環境生活部環境推進課の今村と言います。よろしくお願いいたします。それではあの北海道環境教育と行動計画についてご説明させていただきます。まずですね、あの計画策定の背景といたしましては、平成23年の6月に、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律が、いわゆる環境教育等促進法に改正されるとともに、道民の、環境保全意識の高まりや市民活動団体等による環境保全活動の広がりなどを踏まえて、本土における環境教育等を一層推進するため、北海道環境教育環境教育基本方針の見直しを行いまして、北海道環境教育等行動計画として平成23年6月に新たに定めたところでございます。計画の位置づけといたしましては、本計画を環境教育等促進法に基づく行動計画、それと北海道環境基本条例に基づく北海道環境基本計画の共通施策であります環境に配慮する人づくりの推進をより総合的体系的に進めるための個別計画として位置づけております。計画の期間につきましては、平成26年度からおおむね10年間といたしまして、中間年度等で必要に応じて見直しを行うこととしております。また本計画の作成に関する協議及び本計画の実施にかかる連絡調整を行うために、北海道環境教育等推進協議会を設置しておりまして、本日のフォーラムも共催となりまして、委員の皆さんにご参加いただいております。計画の特徴といたしましては、環境教育環境保全の意識の増進、共同取り組み環境保全活動の取り組みの、推進にあたっては、社会を構成するあらゆる主体がそれぞれ自主的積極的に担うことが重要としております。また同教員環境教育社会教育関係者、道民市民活動団体、事業者、学校学識経験者などから構成する北海道環境教育等推進協議会において、計画作成の協議を行い、計画の実施に関する情報交換や方策の検討を行いながら、環境教育等の推進に進めることとしております。計画の目指す方向につきましては、持続可能な社会の構築を実現するためには、社会の仕組みを変えていくための環境に配慮する人づくりが重要であることから、道民一人一人が参加し協力しながら持続可能な社会を築いていくため、環境保全意識を持ち主体的に行動できる人づくりを進めることを掲げますとともに、ここにあります7つの視点により、環境保全活動、環境保全の意欲増進及び環境教育並びに共同取り組みの推進を図ることとしております。計画では、市民活動団体、共同取り組みについてどう書いているのかということにつきましてですが、本計画では、各主体および各施策別に分けて、環境局等にかかる現状と課題を整理しておりまして、市民活動団体の現状としては、近年一人一人の自発的な自主による活動が活発化し、地域では市民が主体となって、自発的継続的に清掃活動や花壇整備、資源回収などの社会貢献活動を行う団体や非営利組織である市民活動団体が組織されており、特に NPO 法人は新しい公共の担い手として期待されているとしております。また環境分野の NPO 法人数も増加しており、市民活動における
環境への取り組みが広がっているとしております。課題といたしましては、市民活動団体等では、子どもから大人まで幅広い層を対象とした自然体験型の環境教育プログラムの企画実施や指導者の育成などが行われており、その活動内容も充実してきておりますが、このような活動のさらなる広がりが必要です。また地域団体や NPO 法人等が継続的に取り組みを行うためには、担い手の育成と活動を行う場の広がりが求められています。また環境保全活動や環境教育等の取り組みを体系的に推進するためには、お互いの立場を尊重したパートナーシップのもとに連携協働することが必要としております。市民活動に期待される役割につきましては、地域は環境保全に向けた取り組みを進めていく上での具体的な行動の場となっております。地域社会にはさまざまな人が生活していますが、同じ地域で生活を共にすることから、環境についての共通認識を持ち、協働しやすい状況にあります。地域では町内会、自治会、PTA、子ども会、老人クラブなどの団体や市民活動団体が組織されており、これらの団体による地域に密着した地道な環境保全活動の実践が期待されております。また学校や事業所、他の団体等が行う取り組みに協力することや、自らが取り組んでいる活動内容を地域社会に発信することなどにより、他の主体と連携し、ネットワークを広げながら活動することが重要です。特に NPO 法人等は各主体の連携に積極的に関わることが大切であり、各主体によるさまざまな取り組みを効果的につなげるため、地域の複数の主体の活動のコーディネートや専門性を生かしたネットワーク機能を発揮することが期待されるとしております。続きまして、共同取り組みの現状と課題につきましては、環境保全活動や環境教育は各主体がそれぞれ行っている状況が見られます。これらの取り組みを地域で継続したものとしていくためには、それぞれの場、主体、活動施策をつなぐことが重要であり、各主体の意見やニーズを的確に把握し、必要な情報の提供や、各主体の調整を積極的に行う中間支援組織や、先進的 NPO 法人が活動しています。道では、民間企業と党の間で連携協力に関する協定を締結して、複数の、政策分野にわたり事業を実施する包括連携協定や、民間企業等からの提案に基づく一つの分野について事業化を行うタイアップ事業など、企業や NPO 法人をはじめとした民間との共同の取り組みを実施しております。環境関連では、木育新エネ省エネのイベントの開催、水環境の保全や地球温暖化防止活動に関する寄付金を活用した事業などを実施しております。課題といたしましては、分野横断的な環境保全活動や環境教育の取り組みを体系的に推進するためには、お互いの立場を尊重したパートナーシップのもとに、各主体の持つ能力、資源、資金等を生かして連携協働することが必要です。道においては環境部局と教育部局の連携をはじめとする関連部局間の連携を図るとともに、各主体と情報交換を行いつつ、その活動や取り組みをつなげ、各主体の自発性を尊重した共同取り組みの推進が必要としております。
また異なる考え方を持つ各主体間で相互理解を深め、ネットワークを形成していくにあたっては、本主体間の違いを埋め合わせ、つなげる役割を行う調整役、コーディネーターの存在が重要となります。また、各主体から問題意識や意欲を引き出し、それらの内容を明らかにすることを助け、自発的な行動につなげていく役割を担う促進役、ファシリテーターも重要であることから、こうした人材の育成等の促進が必要としております。連携協働には何が大切かということにつきましては、環境保全活動や環境教育の取り組みを体系的に推進するためには、単独の主体では限界があります。そのため、各主体が相互に連携協働して取り組むことが重要であり、取り組みを通じて形成されるネットワークや仲間は、社会経済の発展や地域づくりなどの土台ともなる重要なものです。共同取り組みを推進するにあたって、各主体は市民社会の構成員として担っている役割に応じて協力し合いながら、お互いの立場を尊重し、連携協働することが重要です。行政は、環境部局と教育部局の連携をはじめとする関連部局間の連携を図るとともに、各主体と情報交換等を行いつつ、活動の取り組みをつなげ、地域の環境教育の充実に向けて支援することが重要です。また、環境保全に対する現状認識や問題意識、活動目的などは主体ごとに異なることがあることから、参加主体同士が対話を重ねて、認識や目的を共有していくことが重要であり、コーディネーターやファシリテーターの存在も重要であります。さらに、共同取り組みの参加主体同士のコミュニケーションを円滑化し、相互理解と信頼醸成を図るためには、行政を含めた各参加主体がそれぞれが有する情報を共有することが重要です。また行政が行う共同取り組み等の政策を効果的に実施するためには、政策の実施段階のみならず、計画段階から多様な主体が参加する機会を設けることも重要としております。同連携共同に取り組むかにつきましては、同民間団体、事業者等の間で共同取り組みが効果的に行うために、各主体との情報交換を行いながら、役割分担を明らかにし、各主体の支配性を尊重した共同取り組みを推進することとしております。環境教育等推進協議会、環境同民会議、環境中間支援会議北海道などを通して、同民民間団体、事業者等の各主体との情報交換を行います。環境同民会議での民間団体や事業所の先進的な取り組みの事業紹介や協議、ホームページによる取り組み事例の発信など、共同取り組みの促進に努めてまいります。本土の環境に関する活動の拠点としての北海道環境サポートセンターを通して、市民活動団体や企業とのネットワーク作りや、市町村、学校等との連携協働の推進及び各主体間のコーディネートなど、中間組織としての機能の充実に努めるとともに、コーディネーターや環境教育指導者の育成に努めることとしております。また共同取り組み推進のための認定制度や環境教育等を支援団体指定制度の周知に努めることとしております。これらを踏まえまして、道では新たに環境教育等に係る人材育成の事業として、道教育環境財団と共同いたしまして、環境教育等推進協議会の
農場副委員長田中委員に講師をお願いいたしまして、教員や行政職員を対象とした環境教育、環境保全活動に関するプログラム実践講座を1月13日、14日に年分の深川において開催する予定でございます。今後とも共同した取り組みを進めてまいりたいと考えております。産学官民といったさまざまな主体の連携協働をどう進めていくということについては、計画では、連携協働をどう進めていくのか、具体的には書かれておりませんけれども、連携協働はさまざまな形があって、一つ一つの連携協働で形が違うものであります。各主体がさまざまな連携協働を試みて実践して連携共同は進んでいくものと考えております。ご清聴ありがとうございました。以上です。